批判的な報道に対する中共の敏感性と外国メディア記者の追放で彼らは台湾に移住せざるを得なくなった。イギリスフィナンシャルタイムズはこれは逆に台湾を有利にしたと報じた。台湾はこれらの記者を歓迎している。これは台湾の認知度を高め国際的な支持を得る機会になるからだ。昨年は20人余りの記者が中国を離れ台湾海峡を渡って台湾にやってきたという。 彼らは中国共産党が新疆ウイグル自治区の人々に対して人権侵害を行ったことや、中共ウイルス、新型コロナウイルスの発生当初に効果的な予防をしなかったことなどの批判記事を発表していた。中国を離れた記者らは台湾政府の要請できたため中共を怒らせた。2016年に北京から入国を拒否された後、現在まで台北に常駐しているスウェーデンの独立ジャーナリスト、ジョッチェ・オルソン氏は、 違反報道に対する中国政府の反応は、むしろ中共政権にリスクをもたらしていると指摘した。彼は、中国、中共が大量の記者を追放するのは自業自得だ、と述べた。中国を離れた記者が台湾に来ると、より中国、中共に不利な見方にさらされることになる。昨年、北京は中国政府の官営メディア記者をブラックリストに載せたアメリカ・ワシントンに対し、北京はニューヨーク・タイムズ、ウォール・ストリート・ジャーナル、 ワシントンポストの記者を追放するという報復を行い、追放された記者たちはその後台湾に到着した。アイルランド放送協会 RTE の中国特派員であるイボンヌ・マレー氏と夫のイギリス BBC の中国特派員であるジョン・サドワース氏は3週間前に家族全員が台湾に到着した。ジョン・サドワース氏は新疆関連の報道をしたことで中共当局から法的措置を取ると脅されていた。 香港はこれまで外国メディアの記者が中国ニュースを長距離で報道する第一の都市だったが、ジョッチェ・オルソン氏によると、今では香港が担っていた役割を台湾が引き継いだという、中共の香港版国家安全法が施行されたことで、香港が自治を失ったことを意味する。ジョッチェ・オルソン氏によると、台湾ほど中共の発展動向を注視し、中共が何を考えているのかを明らかにできるところは世界のどこにもない。 台湾には世界で最も重要なテクノロジー企業があるにもかかわらず、これまで台湾市場を継続的に報道してきたメディアはほんの数社に過ぎず、外国人投資家からは無視されがちだった。しかし、中共の台湾に対する軍事的姿勢のエスカレートにより、台湾は世界の注目の的となった。